朝日のエネルギーを貯めるモーニングサンシャインの瞑想へようこそ。それでは瞑想を始めます。座った状態でも横になっている状態でも大丈夫です。肩の力を抜いて一度深呼吸をします。息を吸って、ゆっくり吐いて、ご自身のペースでゆったりとした呼吸を続けていきます。姿勢を整えて目を軽く閉じましょう。では深呼吸をしていきます。鼻から深く吸い込んで、新鮮な朝の空気が肺を満たすのを感じます。口からゆっくりと息を吐いて、体の緊張を解放します。呼吸するたびに太陽の光が温かさとポジティブな気持ちで満たしてくれるのを想像してください。新たな始まりのエネルギーを吸い込み、残っている眠気を吐き出します。呼吸に意識を向けましょう。ゆっくりと穏やかな呼吸を続けていきます。何もコントロールする必要はありません。心がさまよい始めたら判断せずに、静かに呼吸に集中してください。呼吸をするたびにポジティブなエネルギーが満たされていくことを感じてください。呼吸に集中しながら感じている緊張やストレスを手放してください。息を吐くたびに、あなたを圧迫している負のエネルギーや感情が解放されると想像してください。さあ、呼吸を続けながら朝日のエネルギーが自分に降り注いでいることをイメージしていきます。まず鼻から深く栄養のある息を吸って、そして口からゆっくりと吐き出していきます。肺に入る冷たい空気とそれを吐き出す時の温かさを感じてください。呼吸をするたびに体がより存在感を増してリラックスできるようにしてください。ポジティブな気持ちを吸い込んで、緊張感を吐き出します。おへそのすぐ上にある太陽神経叢、みぞおちのあたりに注意を向けてみます。ここはあなたの自律神経を司る中心です。この空間の中に輝く太陽があり、呼吸するたびに明るくなる様子を想像してください。体全体に広がる温かさを感じて、呼吸から活力を与えていきます。呼吸を続けて、新しい一日が
訪れたことに感謝しましょう。今ここを始まりとして、あなたの人生にさまざまなチャンスの機会がもたらされます。感謝の気持ちによって太陽の光があなたの中で広がり、太陽神経層がポジティブなエネルギーの貯蔵庫となります。あなたの心は一日の贈り物に対する感謝の気持ちであふれています。次に意識を全身に行き渡らせていきます。頭からつま先までエネルギーが循環しているのを感じてください。呼吸をするたびに筋肉が目覚め、感覚が活性化して心の準備ができていくのを感じてください。あなたは今朝日のエネルギーで満たされています。このエネルギーに満ちた状態で、今日の前向きな思いを心にセットしましょう。成功、喜び、そしてあなたの中から湧き出てくるポジティブな思いを感じてください。自信と熱意を持って一日を過ごしている自分を想像してください。あなたは光の灯台であり、あらゆる努力で輝く準備ができています。あと3回ほど呼吸を続けましょう。ポジティブを吸い込んで、ネガティブを吐き出します。あなたの心に活気に満ちたエネルギーがセットされました。自分が充電され、これから待ち受けるチャンスを受け入れる準備ができていることを感じてください。それではそっと目を開けて、さあ深呼吸をして、今の自分の気持ちに気がついて、そしていつでもこの気持ちと穏やかな感覚に戻ることができることを思い出してください。今この瞬間への意識を大切にしながら瞑想を終わります。